はい、どうも今日も動画をご覧いただいてありがとうございます。今日の話はですね、題名にもある通り A マイナーペンタトニック、まあ A マイナーでなくてもいいんですけれども、マイナーペンタトニック、スケールをジャズっぽく弾くコツ、ということでワンポイントレッスンの動画となっております。今日も動画を最後までご覧いただけると嬉しいです。はい、じゃあですね、今日は A マイナーペンタトニック、こちらはね、僕の、レッスン動画、あとはレッスンブログの方でも何回か、登場してきた、まあ、基本のスケール A マイナーペンタトニックスケールなんですけれども、こちらは、まあ、よくそのねブルースとか、で、よく使用されるスケールなんですよね。こんな感じ。感じで、まあ、いかにもちょっと泥臭い感じというか、まあ、ブルースだなって感じの、スケールなんですよ。なんですけど、まあ、これをちょっと発展させることによってなんかジャズっぽくというか、そういう風に聞こえる、スケールの使い方です。ちなみにめっちゃ簡単です。ただスライドを入れる、半音のスライドを入れるだけなんですけれども、まあ、僕って結構、半音のスケールが好きで、どういうスケールかというと、まあ、本当にクロマチックの動き、この A マイナーペンタトニックの間を全部埋める、まあなので、理論的に言うとあんまり良くないんだけど、まあこれ僕の持論ですけれど、まああんま良くない音、半音でぶつかるとか言ったりすると思うんですけど、あんま良くない音も一瞬だったらかっこよく聞こえるんじゃねえか説、うん、まあ、結構これいろんな理論書にも書いてあったりはするんだけど、まあ、着地でここだっていうところであからさまに、コードトーンに対して半音で当たっちゃうとか、半音でのところでもうロングトーン伸ばしたりすると明らかにもうあこいつ外したなとか、そういう感じになっちゃうんだけど、経過音としての半音って実はめっちゃジャズっぽくなるんですよね。なのでさっきみたいな、まあ、なんかジャズのフレーズみたいな、こういうみたいな感じで半音入れてあげるとちょっとなんかあれってなるようなフレーズになると思うんですよ。で俺がよく使うのはこの5フレット上の4弦3弦2弦1弦のこの半音上、ここをなんかスライドで入れるのがめっちゃ好きです。こういう響き。なのでペンタのフレーズでこういうフレーズ入れるとなんかちょっといきなりジャズっぽくなったと思わないですか。めっちゃっぽいですよね。確かに半音でここで伸ばしちゃうとちょっと気持ち悪いなというか音外したなって感じになるんだけど、なんかみたいな感じでやってあげるといきなりジャズっぽくなるので、まあ、ジャズっぽいというかちょっとおしゃれなフレーズになるって言えばいいのかな、うん、そういうスケールになります。なのでこのペンタで飽きた人、こういうフレーズとかフレーズとかに飽きた人はどんどん半音を入れてってみましょう。ただしその半音のところロングトーンで伸ばすのは厳禁です、うん、やっぱりかっこ悪くなっちゃうし、うわなんか、まあ、あいつミストーン出したよっていうことになっちゃうので、そうならないように気をつけてみてください。おしゃれになるよね。ただ半音ずらしてあげるだけなので、ぜひ、やってみてください。ちょっとペンタトニックに飽きた人はこういう半音を攻めてみるとか、やってみるといいかなと思います。何でも経過音にしてしまえば、あんま外した感ないけどジャズっぽくおしゃれっぽくなる。
ということで、今回は、ペンタトニックに飽きた人におすすめ、ペンタトニックをジャジーに聞かせる方法ということで、今日は、プチレッスンを、お送りしてきました。この動画がですね少しでも良かったなと思う人はぜひ高評価の方よろしくお願いします。あとは、チャンネル登録もですね、ぜひお願いしたいと思います。なんとかね今年目標1000人が、僕目標なんで、ぜひね皆さんも、ご協力していただけると嬉しいです。何かギターに関する質問であったりだとか、こういう質問に答えてほしいというものがあれば、ぜひコメント欄に、いただければと思います。そのうちねなんか生放送とかもやりたいな、みんなが来てくれればね、みんなが来てくれれば嬉しいんですけれども、生放送とかもやっていきたいと思います。あとはレッスンね、ありがたいことにですねちょっとずつ、レッスンをしたいというふうに、お問い合わせをしてくださる方が、とても少しずつですが増えてきていただいております。なのでね、こういったレッスンを、まあ、ぜひ実際に受ける、やっぱり実際に受けるって全然違うんですよ。本当にやっぱその人のいいところとか、あとはここをもっと改善した方がいい点っていうのがもうめちゃくちゃやっぱマンツーマンで、してきてしたりとか、お話したりすることができるので、少しでもギターやってみたいなとか、そういった興味がある方はぜひね概要欄に書いてあるメールアドレスの方に連絡をいただければと思います。レッスンお待ちしております。楽しくねギター弾いていきましょう。ということで、今日も動画をご覧いただきありがとうございました。じゃあね、バイバイ。